そんな出会いがある。心躍る瞬間をショップチャンネル。鬼だぞ。篠田恵生です。お茶以降どうぞよろしくお願いします。スタッフがですね、手書きで準備をしてくれたもので、ちょっと白黒なんですが、今日は節分ですからね、鬼だぞということで、今日よろしくお願いします。さあ、お茶以降のお時間は番組のご紹介という商品のご紹介ではなく、皆様からのご投稿をご紹介するお時間、またお答えしていくお時間です。どうぞよろしくお願いします。今週、皆様に、募集をさせていただいたテーマなんですけれども、もし何かになれるとしたら、このテーマで皆様からご投稿いただきました。そして番組でご紹介させていただいた投稿者の方には、番組特製お茶以降ステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います。どうぞ画面の QR コードから応募することができますので、メッセージの方お待ちしております。お茶お茶。さあ、それではですね、もう早速皆様からいただいた投稿に、投稿をご紹介していきたいと思います。まずは花坂姉さん様。うちのワンちゃんになって私のことがどのくらい好きなのか、可愛がり方は心地いいのか知りたい。そして私とお話ししたい。もう大好きだと思いますよ。花坂姉さんのことが大好きだと思います。でもお話できたらなんか不思議でしょうね。さあ、それでは続いてひとみ様です。ひとみ様、ありがとうございます。風になりたい。母の里の奄美大島やおじが眠る沖縄にもいつでも飛んでいけるから、日本中行きたいところに自由に飛んでいきたい。ショップのスタジオも覗きたいな。なんかちょっとジーンときました。気持ちよさそうですよね、風になれたら。どんな浮遊感なんでしょう。浮遊感も感じないのかな。さーっと行くんですかね。ね、でもちょっとショップチャンネルのスタジオに、ね、吹いてこられていらっしゃるのがわからないっていうのはドキッとします。さあ、そしてごぜます様からです。小学6年生の時に戻って中学受験勉強をたくさんしたり、今まで以上に遊びたいです。なるほど。確かに学生時代に戻りたいなと思ったことは私あります。でも勉強は嫌いで勉強したくないので、受験勉強のないあたりに戻りたいな。いかがでしょう。ごぜます様、ありがとうございます。勉強頑張って、そしていっぱい遊びたい。ありがとうございます。お茶お茶。ランマル様からです。リクガメになりたい。一日中のんびりダラダラと歩き回りたい。そしてダラダラと食べていたい。いいですね。そっか、リクガメか。ダラダラとダラダラ、私大好きです。そして続いてです。スガモン様、もし何かになれるなら憧れのお仕事、ファッションスタイリストになってみたいな。篠田さんと松美希さんのビーナスナビ、大好きな番組です。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、嬉しい。松美希さんもね、有名なファッションスタイリストさんでいらっしゃいますもんね。Bナビもまた春から、スタートしますので、楽しみに待っていてくださいね。ありがとうございます。さあ、そしてサチ様からです。スターになってスターの生活をしてみたい。それ私もしてみたい。スターになってみたい。いいですね。どんな生活なんでしょうね。どんな驚きがあるんでしょうね。スターになってスターの生活をしてみたい。毎日キラキラしてるんですかね。サチ様、ありがとうございます。さあ、そしてニャエル様からです。20年前の自分になって、出会った頃の主人に改めて会ってみたい。かっこ笑う。いやー、大好きなんですね、ご主人様のことね。出会った頃ということは、まだお付き合いをされてないということは、
出会ってときめきから始まるんですかね。ね、キャー、ミハイル様ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして続いてはモン吉様からです。モン吉様、獣医師になってたくさんの犬や猫を助けたいです。なるほど、職業としてこう昔なりたかったものとか、そして大人になってみてやっぱりなってみたいなもの、なってみたいなって思うものって確かにありますよね。でもやっぱり犬や猫大好きでいらっしゃるんですね。ありがとうございます、モン吉様。さあ、そして続いてがムー様、ボールになりたいです。何も考えずにただひたすら転がりたいです。面白い。ただひたすら転がっていきたい。ムー様ありがとうございます。さて、ムー様、モン吉様、ニャエル様、そしてスターになりたいという、スターの生活をしてみたいというサチ様、そしてもし何かになれるなら憧れのお仕事、ファッションスタイリストになってみたいなというスガモン様、そしてリクガメになって一日中のんびりダラダラと歩き回りたい、ダラダラと食べていたいというランマル様。でも私かなり休日はダラダラしてます。ダラダラとしてダラダラ食べてたりすることもよくありますよ。ランマル様ありがとうございます。そして小学6年生時に戻って中学受験勉強をたくさんして今まで以上に遊びたいという小勢マス様、本当にありがとうございます。お気持ちなんかすごくわかります。勉強抜きでね、私はいっぱい遊びたい、何も考えずに過ごすことが許されるその時に戻ってみたいなと思います。そして風になりたいというひとみ様からのご意見も本当にありがとうございましたね。どこにでも行ける扉が欲しいと思ったことはこの人生もう100万回ぐらいありますけど、ひとみ様素敵なお言葉ありがとうございました。さあ、そして花咲姉さん様からもいただきました。でもワンちゃんになってみたい、飼われているワンちゃんになってみたい、ワンちゃんと飼われているワンちゃん猫ちゃんと、違う動物とでも飼われているペットちゃんたちと本当にこう言葉を話すように、ね、意思疎通ができたらすごく楽しそうですよね。皆様たくさんのメッセージありがとうございます。さて、今日は本当に節分ということで豆まきなんですけれども、皆様節分の日はどんなことをされていらっしゃいますか。で、今日最近ね、お豆って昔そういえばね、バラ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 って撒いてましたよね。あれ拾ってと食べるのが子供の頃は楽しかったんですけれども、大人になると掃除することを考えてしまって思い切りよく投げることができない自分になっていることに今日今朝気づきました。こうしたね、こういう包みに入っているものを今日今朝買ったんですけれども、私もね、こういうものだと掃除しやすいななんて思ってしまう私はダメでしょうか。でも便利なんですよ。で、今日は本当にお庭を外に出して1年の福を願う、1日になりますけれども、各地を行うこともいろいろイベントが終わりになると思います。実は本当に私は小さい時には恵方巻きを食べるというイベントは我が家にはなかったんですね。だけど今や本当にうちもやりますし、関東のに住んでるお友達もやりますし、これまた新しいイベントに加わってまいりました。どうぞ皆様、福を呼ぶ、節分をお過ごしになってくださいね。さあ、それではなんですけれども、お時間も迫ってまいりました。今週もたくさんのご投稿皆様ありがとうございました。今週のテーマはここで締め切りとなります。この後からは今まで驚いたびっくりしたことをテーマに募集をさせていただきたいと思います。今まで驚いたびっくりしたこと、こちらが来週の新しいテーマでございますので、皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。さて、この後のお時間は北条キャストでファイテンの磁気枕カバーをご紹介いたします。それでは皆様、後ほど。つつうらうらを駆け巡る日本を見つけよう、ご当地グルメウィーク。日本全国のご当地グルメが勢ぞろい。9日までいつでもおいしい1週間、その土